イーストンのダウンタウンイーストンはアメリカ合衆国ペンシルベニア州東部に位置する都市。同州のサンプトン郡の郡長所在地であるニュージャージー州との宗教になっているデラウェア川西岸に面しており、市街地はリーハイ川がデラウェア川に合流する地点を中心に広がっている。人口は26,800人。 西に位置する、州大三の都市アレンタウンやベスレヘムと共にリーハイ、バレーと呼ばれる都市圏を形成しており、その人口は82万1173人を数える。イーストンには、クレヨンの大手メーカーである、クレヨーラ社が本社を置いている。また、イーストンには、全米でも上位に位置づけられる、リベラルアーツカレッジで、ベスレヘムのリーハイ大学と長きにわたって、 ライバル関係を築いている、ラファイエット大学がキャンパスを構えている。イーストンの式。独立13週当時の正常期とは、島と星の位置が逆ではあるが、正常期同様に赤、白、青の3色、および星と島模様のデザインを基調とした旗になっている。ヨーロッパ人が入植する以前は、この地には、レナペ族のネイティブアメリカンが住みつき、この地は彼らの言語で、 分岐点の地を意味する、レショウィタンクと呼ばれていた。1737年、ペンシルベニア植民地の創設者、ウィリアム・ペンの息子たちは、レナペ族のラッパーウィン・ソエ州長に対して、我々が一日半で歩いて回れるだけの面積の土地を購入する契約を持ちかけ、その結果としてこの地を含むデラウェア川西岸一帯は、白人の土地になった。ウィリアム・ペンの息子たちのうちの一人、 トーマスペンはリーハイ側がデラウェア側に合流するこの地に町を建設するべく先鋭館の土地を取っておいた。1739年にはこの地への入植が始まり、1752年にはノーサンプトン軍とその軍庁所在地となるイーストン入植地が創設された。軍名と入植地名はそれぞれトーマスペンの妻ジュリアナ・ファーモアの故郷であるイングランドノーサンプトン社。 中と実家の屋敷であるイーストン・ネストンにちなんで付けられた。1776年にはイーストンの中心のグレートスクエアにあった群長舎でアメリカ独立宣言が読み上げられた。この時赤、白、青の三色及び星と島模様のデザインを基調とした初期の正常期の元となる旗が掲げられ、ベスレヘムのモラビア兄弟団が作った自由の鐘が鳴り響いた。 この時に掲げられた旗は、その後イーストンの指揮に定められた。1820年代に、モリス運河、リーハイ運河、デラウェア運河が相次いで開通すると、イーストンは、北の丹田地帯、西の製鉄所、南のフィラデルフィア商工、東のニューヨークを結ぶ、水上交通の要衝となった。1830年代から1840年代に、かけては、 この地の利からイーストンは商業、工業、文化の中心として発展していった。現在もイーストンに残る歴史的な建造物の多くはこの時期19世紀前半から中盤にかけて建てられたものである。やがて鉄道が運河にとって変わるようになるとイーストンには5本の鉄道が敷かれ鉄道交通の要衝となった。しかし20世紀中盤に入り、 陸上交通の主役が、鉄道から自動車へと変わると、イーストンの交通の要衝としての地位は失われ、市の人口も1950、リーハイバレイとイーストンの1イーストンは、北緯40度41分18秒、整形75度12分59秒に、一致している。市は、フィラデルフィアから北へ、約 95km、ニューヨークから西へ、約 110km に位置する。 市の標高は64メートルである。アメリカが州国統計局によると、イーストン市は総面積12.0キロ平方メートルである。そのうち11.0キロ平方メートルが陸地で1.0キロ平方メートルが水域である。ニュージャージー州との宗教になっているデラベア川やリーハエ川を含めた水域は総面積の8.39%を占めている。域は デラウェア側の西岸に広がっており、対岸にはニュージャージー州フィリップスバーグの町が広がる。イーストンは西へ約 28km のワレンタウンや、西へ約 18km のベスレヘムと共に、リーハイバレーと呼ばれる都市圏と呼ばれる都市圏を形成している。この都市圏はイーストンに軍庁を置く、ノーサンプトン郡のほか、リーハイ郡、カーボン郡、および、 ニュージャージー州ウォーレン軍の四軍にまたがっている。アレンタウン気候も参照。イーストンの気候は蒸し暑い夏と温暖な春、秋、寒い冬に特徴付けられる四季のはっきりした気候である。降水量は一年を通して平均的にある。夏には雷雨が、また冬には降雪が見られる。欠片の気候区分ではイーストーンは温暖湿潤気候に属するが、 沿岸のフィラデルフィアやニューヨークに比較すると、冬の寒さは、やや厳しく、実際にはアカンタイ湿潤気候に近い。ピースキャンドルイーストーンは、ダウンタウン、ウェストワード、サウスサイド、カレッジヒルの4つの地区に大別される。ダウンタウンは、デラウェア側とリーハイ側の合流点の北西に広がり、東はデラウェア側、西は、シックスストリート、南はリーハイ側、北は、 ラファイエット大学に囲まれており、東西南北とも1キロメートルほどの範囲に収まっている。ウェストワードはダウンタウンの西、6ストリートから1 5ストリートあたりまでである。サウスサイドはリーハイ側の南に広がっている。カレッジヒルはダウンタウンの北に広がり、ラファイエット大学がキャンパスを構えている。ダウンタウンの中心、 ノーサンプトンストリートとサードストリートの交わるところはロータリーになっており、その園内にセンタースクエアという広場がある。センタースクエアにはイーストン出身の南北戦争戦没者を祀る慰霊碑が立っている。毎年クリスマスの時期には慰霊碑を覆ってピースキャンドルと呼ばれる巨大なろうそくを模した高さ106フィートのモニュメントが作られる。センタースクエアのすぐ南には 市庁者が立地している。1765年に建てられた最初の軍庁舎はセンタースクエアに立地していたが、1861年に現在の庁舎がセンタースクエアの南西約800メートル、ウェストワードのセブンスストリートとウォールナットストリートの角に建てられた。イーストンは市長性をとっている。1972年に市長制が導入された当初は、市長は 行政の最高責任者で5人の議員からなる市の立法機関である市議会とは独立した存在であったが2007年11月の住民投票で市長も市議会の一員とされ市長がそれまでの行政の最高責任者としての役割に加えて市議会の議長を兼ねるようになったまたこの変更に伴い市議会は市長副市長市議員5人の 計7人で構成されるようになった。市の行政実務は、市長と市政管理者のもと、財務、公共事業、警察、消防、都市計画、経済、コミュニティ開発の各部門によって行われている。連邦議会会議員選挙においては、イーストンは、アレンタウンやベスレヘムなどとともに、ペンシルベニア第15選挙区に属している。この選挙区では、 1950年代から1970年代にかけては民主党の勢力が強かったが、1980年代以降は共和党が優勢になっている。イーストンのダウンタウンを走るランタのバスイーストンに最も近い商業空港は、市の中心部から西へ約2 1トルに立地するリーハイバレー国際空港である。この空港にはデルタ航空、 アメリカン航空、ユナイテッド航空、及び US a i r w a y がそれぞれ、ハブ空港からの便を発着させているほか、エアカナダによるトロントからの便も就航している。また、コンチネンタル航空は、地元バス会社トランス、ブリッジラインズと提携し、同社のハブ空港である、ニューアークリバティ国際空港とリーハイ、バレー国際空港とを結ぶバスの便を運航している。周回高速道路、 I-78 は、アレンタウン、デスレヘム、イーストンの南をバイパスしている。I-78 は、フィラデルフィアを通らずにニューヨークとハリスバーグを結ぶ、短絡路としての役割を果たしている、高速道路である。一方、リーハイバレーでは高速道路規格になっている国道22号線は、アレンタウン、デスレヘム、イーストンの3都市をダイレクトに結んでおり、 デラウェア側に架かる橋の手前が高速道路区間の東の終点で、橋とその先のニュージャージー州側は一般道路になっている。アレンタウンの西でこれらの高速道路と交わる I-76 の支線、I-476 は、周東部を南北に縦断し、フィラデルフィア、リーハイバレー、ワイオミングバレーを結んでいる。リーハイノーンプトン交通局は、アレンタウン、 ベスレヘム、イーストンの3都市における公共交通機関となる26系統の路線バス網を運営している。このうち6系統がイーストンを通っている。イーストンには旅客鉄道は通っていない。かつてはニュージャージートランジットのラリタンバレー線がデラウェア川対岸のフィリップスバーグまで運行されていたが1983年に不採算を理由に営業区間が短縮され、 イーストンから東へ約3 2トルのニュージャージー州ハイブリッジが同線の西の終点となった。ラファイエット大学。ラファイエット大学はダウンタウンの北に110エーカーのキャンパスを構えている。同学は1826年創立の長老派協会系のリベラルアーツカレッジで、もともとは男子大学であったが、1970年に初めて女子学生を受け入れ、 男女共学に移行した。現在では約2400人の学生を抱えており、半数近くが女子学生である。同学は US News World Report の大学ランキングでは、全米のリベラルアーツカレッジの中で常に上位50位以内に入る高い評価を受けている。またスポーツにおいては、同学は NCWA のディビジョン I に属するパトリオットリーグに所属し、 男子10種目、女子10種目で競っている。特にフットボールにおいては、ベスレフェムにあるリーハイ大学との間2884年から続く全米の大学間で最長のライバル関係を築いている。イーストンにおける K12 かほどは、イーストン地域学区の管轄下にある公立学校によって支えられている。同学区は小学校7校、中学校1校、 高校一校を抱え、約9000人の児童、生徒が在学している。同学区唯一の高校である、イーストン地域高校は、高校フットボールにおいてデラウェア側の対岸にある、フィリップスバーグ高校と長いライバル関係を築いており、毎年感謝祭の日に対戦している。100回目の対戦となった2006年には、イーストン地域高校が勝利した。 以下に、イーストン市における1850年から2010年までの人口推移をグラフ及び表で示す。ありがとうございます。